今日もね、わざわざ私の T シャツを着てきてくれたの、はい、嬉しい。だってこれ売ってるやつだもんね。はい、お気に入りです。いやー、ありがとうございます。いや、嬉しいな。大きい感じでちょっと大きい感じだけどね、ほんと気が利いて、もうね、いつでもね、あのベストボディジャパンの時にたまに最近は会うんだけども、その時もね、必ず挨拶来てくれてね、もういいんだよって、あの試合前に私があの会場の中の放送席にいるから、お客さんの前をあの通って来なくちゃいけないわけだけど、普通は選手って絶対に試合前に顔を、ね、あのお客さんに見せたくないと思うんだけど、それも全然関係なしに挨拶に来てくれて、あ、大丈夫だ、ありがとうね、ごめんごめんねって言って、うん、いつもね、本当に本当に普通の人、普通の人っていうか本当に普通のいい子、もうびっくりしちゃう。いや、今はじゃあフリーとしてまだいろんな団体に出ながら、スターダムも出てる。あ、あの変身した人が出てるかもしれないです。違う人がね。はい。うん、あと他の、ベストボディジャパンだったりスターダム、あとはオズ。はい。あとウェーブピアジェイ。ピアジェイ。はい。ディアナは出てない。たまに、はい、出てる。はい、あ、じゃあほぼ全部だね。あ、東京女子は。あ、出てない。東京女子は、はい、そう、あそこはそうか。あの他の人は入れないんだもんね。そうだね。あ、じゃあもうほとんどの団体全部出てる感じだね。でもちょこちょこ、はい、うん、生活的にはあのプロレスだけで生活ができてる感じ。はい。バイトもしてない。はい。あ、よかった。あ、本当にそれを本当にありがたい、ありがたいというか、はい、よかった本当にね。それがだってプロレスが職業って言えるもんね。あ、そうしたらね、はい、そうじゃないとさ、バイトしてると。プロレスとあのうどん屋さんですとかになっちゃうもんね。この時期本当に大変だと思います。いや、でもよかった、フリーでそんだけあちこちに出れるし、使ってもらえるっていうことはあの本当に必要、ゆめちゃんが必要だろうね、みんなね、はい、そこまでになれたんだからいいよね。これからどうなっていくんでしょう、どうやっていきたいんだろう。はい、あ、なんかその引退の時もに思ったんですけど、うん、自分はその先のことを考えて計画するのが向いてないみたいなので、うん、もうその場その場で、うん、そっか、はい、やりたいことをやっていったりするのが合ってるのかなと、うん、はい、1年後、5年後、10年後とかを考えて、はい、今何するとかじゃなくて、はい、もうとにかく今日を頑張る、はい、で明日はどうなるかっていう、はい、タイプなんだね、はい、うん、なんか試合も体調も、うん、今日怪我するかもしれないし、次の試合で怪我するかもしれないし、うん、で毎試合最後かもしれないとは思って試合してます。やっぱりさ、これってさ、あの時に引退を一回決めて、やっぱし待ってくださいっていう風になったあれがあるから、その日その日本当に大事にっていうのを一番感じながら試合してんだと思う。あ、もしあれがなかったとしたら、はい、ずっとできるかもしれないとか、はい、だから別に今日どうなるか分かんないとかじゃなくて、あの、まあ、ずっとやるんだろうなっていう考えがあるかもしれないけども、あのことがあったから、今日あの本当に今日の試合、それを本当全力で頑張るっていう風になったんだろうね。それを11年間やってるんだ、すごいな、はい、怪我、その後で怪我してないんでしょ。あ、この怪我の後ですか、うん、の後に、あ、その怪我の後に顎を2回折ったり、あの目のところを折ったりとか、うん、ちょこちょこ本当、はい、あ、でもフリーになってからはそんな大きいのは やってない。ない。え、顎を2回折ったの？はい。それって何で折ったの？殴られる？一度目は場外乱闘の時に誰かが投げた椅子が、うん、あのどっかにぶつかって跳ね返ってきた椅子が当たって、はい、痛い。怖い。そんな確率すごい低いと思ったけど。はい。本当に？それが当たって顎。はい、骨折、はい、で2回目はファイヤーバードスプラッシュの膝が顎に入って、そっかそっか、うん、はい、もう本当、もう本当私もね、本当アジャにさ、あのムーンサルトギロチンをやろうと思って練習ずっとしたんだけど、はい、できなくてっていうかね、あの試合でね、一番初めにあの試合の初めの方にあの目を蹴って押さえて、はい、脳内出血っていうかね、してたんでね、はい、あの眼下底骨折して、でもうわけわかんないまあ、まあ、ムーンサルトのギロチンやろうと思ったんだけど、その膝がアジャの頭に入っちゃったわけで、頭こんななった時あったね、本当膝危ないよね、
マジで本当危ないね。うわそれが顎で2回目。はい。いや顎ってそんなに折れるんだ。はい。でも全然見た目普通になってるよね。そうですね。手術は中からやったんだ。したので、はい。骨折して普通にくっつかなかったの。手術をしないとダメな感じだったんだ。はい、1回目は、はい、そうですね。うわ、はい、椅子がさ、そのバウンドしたやつってさ、ぶつかった時に割れた？あ、いえ、でも痛いと思って、痛いな痛いなと思いながら次の日も試合しまして、でその時により痛くなったので、もしかしてひび入ってたのが次の日折れたのかもしれないんですけど、ね、怖いね、本当に。一応女子だから、一応っていうか女子だからさ、顔だけはね、もうね、なんないでほしいよね。ヨネちゃんさ、見て、ピンクなの、ほっぺたが。かわいい。絶対化粧映えする顔してるよね。あ、本当ですか。うん、いろんな化粧、化粧じゃないんだ。あれは変身してるから、あれだけども、いろんなのが合うよね。何でもできるよね、きっとね。これからも期待してます。でまだね引退してないから、いつも聞く質問は、昔を振り返ってどこが一番幸せだったっていうのを聞くのがいつもの最後の、はい、質問なんだけども、まだ引退してないんで、はい、これからはどうなっていくでしょう。で結婚はもう諦めたんだよね、はいはい、結婚はじゃもうしないっていうことで、はい、まあ彼氏は作るかもしれないよね。はい、なんか養ってくれる、くれる人、あ、じゃあか、うん、なんですかね、おばあちゃんになった時一人で縁側でお茶すするのは寂しいので、うんうんうん、お茶飲み友達がいたらそれでいいんですけど、でも友達もいないので、うんうん、だから女子プロレスラーの老人ホームみたいのができたらいいなと思います。ダンプさんも言ってた。あ、本当ですか。うん、みんな結婚しなかった人とか、はい、結婚逃しちゃった人がみんなレスラーが引退した後にみんなが住める大きなマンションっていうか、はい、老人ホームみたいなのを作って、はい、そこで暮らしたいんだって言ったから、じゃあいいじゃない、そちらに。そうか、じゃあ彼氏は作るかもしれないけども、結婚はする、しないかもしれないということで、プロレスラーとしては、これからどういうふうになっていくんでしょうか。そうですね、自分もご機嫌になって、うん、試合を見てる人も、うん、なんか試合を私とした人も、あ、なんか今日楽しかったなって思えるような感じを日々更新していけたらいいなと思います。ヨネちゃんの試合いつも楽しいよ。ありがとうございます。どんな風に変身してたとしても全部楽しい。うん、すごく嫌な気持ちが全く残らない。 ありがとうございます。いつもなんか疑問は残るんだよ、どうなるのみたいなことはあるんだけども、いつも楽しい、本当に楽しい。ありがとうございます。だからやっぱしなんかさ、試合ってさ、そのあれが出るんだね、その人の性格だったり本来の、魂というか、本当の飾ってない、例えば悪役になったらこうなるああなるとかっていうのがあると思うけども、そうじゃない何かが試合に出るんだろうね。それを見て安心するとか癒されるとかに、多分ヨネちゃんの場合はそういう癒されるっていう、試合見て癒されるってほとんどあんましないんだけどそういうのがさ感じるからさ、すごいなと思って。米山香織すごい選手だと思います。 ありがとうございます。いろんな団体に、この今ね いっぱいフリーの人がいるじゃん。フリーの人がいっぱいいる中で、いろんな団体で使いたいなっていうふうに思われる人ってすごいと思うのね。ちょっと昔だったら、私の時代だったら考えられなかったんだけども、でもそれを重宝されてあっちこっちで使ってくれるってすごいと思う。いろんな団体でいろんな色があるから、それに合わせて多分考えなくてもなんとなくそれをできてるんだろうなっていうのを一番感じてる。ありがとうございます。将来ね、お茶飲み友達ができればいいなと思います。はい、ね、彼氏じゃなくても友達だよね。友達のね、はい、男の人でもね、女でもいいんだよね。はい、でも一人が好きなので結局一人が好きなんだ、はい、そっかそっか、わかりました、ありがとうございました。今日はありがとうね、本当に、このね、古巣というかピュア J だけども JWP のこの道場にちょっと呼んでしまって、どうなんだろう、大丈夫なのかなと思ったら全然そんなことなかったね、はい、もう、はい、美子ちゃんとずっと話してて、はい、微笑ましいところをいっぱい見れました。
今日は本当にほっこりした、対談になりました。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。